ずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今どんなお気持ちでいらっしゃいますか？いやもううちの選手たちすごかったなと、そしてうちのサポーターたちがすごかったなと、はい、また鹿島の歴史伝統を見た気がしました。そのすごさ、具体的にどんな部分に感じられたでしょうか？あの狙いを持って試合入ったところもそうですけども、それ以上にやはりアクシデントが起こって、その中に必要で勝ち切るっていうのはある意味鹿島らしい試合でしたし、鹿島は何度かそれを経験してきた、その中の一つにも数えられる試合になりましたね。前半の早い時間に10人1人少ない形となりました。その後の戦い方、山本監督どのように選手たちには伝えてたんでしょう？いや自分たちがまず守ることはそうですけども、守るだけでは守りきれないので、しっかりとカウンターを打つこと、そして保持できればしっかりと落ち着いて動かすこと、そこもしっかりやってくれたと思ってます。最後まで1人少ないという部分を感じさせない戦いぶり、そして粘り強い守備も、とにかく選手たちの気迫が伝わったような試合でもあったかと思いますが、そのあたりどう評価されますか？支えてくれたのはサポーターたちです。今日も声からしてくれて、よく選手たちを乗り越えさせてくれたなと思います。それに加えて選手たちが今年あの展開で追いつかれるとか、勝ち越されるかとかっていうのが今年のシーズンの頭について、そこからなかったんですけども、この前ルヴァンでまた経験をして、選手たちは苦しかったと思います。それを乗り越えて、よくここを一つ越えたなと、これでいよいよ上目指して戦えるなと思います。この勝ち点差、改めて非常に大きな意味を持つかと思いますが、もう目指すところ一つになったんで、次かも勝って、はい、頑張りたいと思います。最後までありがとうございました。ありがとうございます。